We are record ですよ。さあ、ついに、Big Bad Boss ドレックですよ。大丈夫だからね。やってくからね。BBB、トリプル B。あ、これブリヂストンだ。ダンロップだ、これ。あー。のはよう。会えない時のために、こんにちは、こんばんは、おやすみな。モールゲームズをご視聴いただきありがとうございます。よろしければ低評価とチャンネル解除、ぜひともよろしくお願いいたします。それではモールゲームズ生放送スタートです。さてさて、それじゃやってっちゃいます。よろしくお願いします。よし、ちょっと待ってね。さあ、前回の僕の やばすぎプレイ見ていただけたでしょうか。39,000 ですよ。31じゃありませんよ。39ですよ。じゃあ、まあ、こんぐらい集めちゃえばいいでしょう。もう。ね、大丈夫でしょう。よろしくお願いします。楽しみ。溺れるよ。ね。溺れてしまうからね。大丈夫だよ。ね。さあ、じゃあちょっと一気にやり残したところを、やり残したところ全部ね、やっていこうと。お、桜じゃん。そう、シーゾナリーだね。地味に。これ桜だよね。海外で桜ってさ、あんまり、まあいいや。ね、デミムーアだからね。ゴースト、ニューヨークの奇跡だからね。大丈夫だよ。なんとかなるからね。ちょ、デミムーアに会うためだけにわざわざやりました。いや、なんの意味もないよね。あ、せっかくだったらちょっとホバーボード一回やった方がよかったか。いや、でもいいや、ちょっともう録画結構食うから。それはもう前回のあれで見ていただければ嬉しく思います。ホバーボード。まあ余裕だったら戻ってきてやるわ。最後、伏線回収で。そう、デミムーアに会いたかっただけだったっていう。はい、すいません。ちょっと早く降りさせて。よし、OK。さあ、じゃあまずは、ね。まずはもう、あの惑星でしょ。ポイズンアヌビスでしょ。あの、一撃で倒したら行くわ。まあ、でか、まあ、一撃かどうかわかんないけど、一回でクリアできると思わないけど、まあ、理想はクリアしたいけど、想定より早く倒せたら行きます。あの、ホバーボード。一回だけやりたい。よし、オークさん。当てた当てた。間違えた。惑星行ったらちょっと大変だから。言いたいことも言えない惑星で草。よしこ。やった。オーツマスクちゃんとつけてる。つけとる。さあ、じゃあ行きましょうか。買っちゃっていい？結構地味にすごいことだよ、これ。当時やってた人ならわかると思うけど。これすごいことだよね、普通に。嬉しい。ちょ、待って。お前は徐々に甘がえるわ。めっちゃ楽しみなんだけど。こっちで合ってるっけ？あった、合ってる。すげえ、ちゃんと覚えてるね。スーパーナノテックス様、買っちゃっていい？なんで値切り得たでも9000になっちゃう。9000になっちゃう。でも9000ボルトもある。見ないでしょ、この前の14ボルトで14発ってバカみたいなさ。おしゃけよ。いいの、本当に。スーパーナノテック3万ボルト。30,000いきますよ。へい。
あれ何個だったっけさっき、ナノテック。あと2足りねえな。5だったっけ最初。5か。 100% とか言ってなかったっけ。だったら10になるんじゃないの。あんま 100% 計算しないもんね。危ない、ミスった。こっち側の方がいい。8か。まあ、そんなに多く増えたイメージはなかったから、そうだよね、大体こんぐらいだよね。10ではなかっただろうなっていうのを覚えてたんだけど、まあ、これは取った方がいいね絶対。でこの後ちょっとね、カルト正直調べちゃいました、申し訳ないです。カルトいきます。あのスパイボットじゃなくて、なスパイボーラーじゃなくて、あったじゃん、なんか鍵みたいなやつ、名前忘れちゃったんだけど、それのありかも分かったので、ちょっとまあでもその内容が何なのかはちょっとまだ見てないから思い出すかもしんない。当時トロコンしてるから、あの当時っていうか当時ではないけど、当時はプレ2でプレ3の HD コレクションで1もトロコンしてるので、あのビータもプレ3もどっちも、なのであの思い出すとは思うんだけど、まあ、トロフィーに関係ない可能性もあるけど、まあ、でもとりあえずプレ2の時も普通にめちゃくちゃやってたから。いやでも2と3がごっちゃになってて、1はほとんど覚えてないんだよね。2、3をやりまくってたから、本当にマジで2、3だけ異常。4と1が同じぐらいかな。4と1があんまりやってない、正直。すぐに2、3出て噛みすぎたから、ちょっと待ってね。これどこだ、絶対わかんない気がするんだけど。そんな倉庫なんて言われたって、ここで時間食いたくないから。あ、わかった、じゃあまずここ行こう。倉庫っぽいとこなんか5万とあるでしょ、だってあんまりここで時間食いたくないから。一番奥とかだったら困るな。攻略見といた方がよかったかな、正直。この緑のところがまだ行ってないところなんだよ、わかると思うけど、緑のところが。ワープゾーンがないな、ちょっと怖いな。あ、じゃあ、うん、先こっち行くね。ジャイアントクランクのところ、ジャイアント J のやつ、 G のやつ、ジャイアントだから G だね、 G のやつ、ジャイアントクランクですよ。そうか、8か。もうちょい貯めた方が良かったかな。ガラメカ買った方が良かったかもしれないな。そう、ここだったら嬉しい、頼む。あ、ここだ。あ、当てた当てた、よかった。おー、なるほどね、すごいね、よかった。今日めっちゃスムーズ、すべてが俺の味方。ボックスクラッシャー欲しかったな。え、待って、え、何2万ボルトって。え、何2万ボルトって。いつそんな金入った。え、何2万ボルトって。え、ちょっと2万ボルトってやばくない。お待たせしました。え、2万ボルトってやばくない。ここになんか隠しないの、埋蔵金。徳川埋蔵金ねえの、重里伊藤いい松がい。どうせなら置いとけよ。よしよし、これでゴールデンボルトも1個手に入れて最高ですよ。超ゴージャスパック。じゃあ、なん2万ボルトってどこ、いつ手に入れた。ちょっと見直そう、録画。これレコードじゃないから、まあちょっと気になるけど、だってね、9000になったはずじゃん。どういうこと、ネギリエーターが聞いてたってこと、もしかして。ひょっとしてそれだったらすごい嬉しいんだけど。1万5000円ぐらいになってたとか、ネギリエーターなわけないよね、ガラクトロン製だけだもんね。てかあれ、あの自販機はどこのやつなの、ガラクトロンなの。あれ思い出すけど、サンセットオーバードライブ思い出すけど。よし、まあこっちの方がずっと前だから、こっちのあれかもしんないけど、影響だと思うけど、これであれやろうみたいな、まあよくわかんないけど、なんでドリンクにそんな
こだわったのか、もしかしたらスーパーナノテックのあれだったのかもしれない。エナドリとか好きなのかも、まあ、みんな好きだよね。嫌いな人あんまりいないので、ほとんど本当にここ3、4年ぐらい飲んでないけど、エナジードリンク久々に飲みてえな。オルナミン C とかデカビタとかめちゃめちゃ好きやね、エナジードリンク。よし、じゃあ次はここまで来た。あ、ガラメクもうやっちゃって。ちょっと待って、ここまでスムーズクリミナルすぎて、ちょマジでさ、この前シュンヘイ You are best criminal って言ったけど、クリミナル犯罪者って意味だからさ、やべえこと言っちまったのね。ちゃっかりマイケル好きすぎていつのこと言ってんのかぐらい、すいません、マイケル好きすぎていつのこと言ってんのかぐらい。マイケル・ムーア監督じゃねえよ。すごいですよ。ちょれ、ちょっとか、ちょっとキャワ、大キャワ。カレボスリー、あと残したとこないよね、全部やったよね。なんか簡単にうまくいきすぎてさ、スムーズすぎてちょっとなんか困惑してる今。想定通りすぎて怖い。まあこっからだよ、こっからね。問題はビッグバッドボスドレクがどれだけやばいかってこと。え、でもマジでさっきの徳川埋蔵金2万ボルトっておかしくない？だってどういうことなんだ。もう来た来た、もうここトラウマ、変な汗かいたもん今。これ着陸したら変な汗出てきたもん、マジで変な汗かいた、マジで変な汗かいちゃった。よし、さあどね、サドンデス、ちょ武器買おうか、ちょっとさすがに。で一番つサンダークローか、サンダークロー欲しいね。もうちょっと貯めれば買えたね。オメガ高いな、オメガ。あサンダークローあれば多分スムーズクリミナルだ、マジで。サンダークローか、うわサンダークロー欲しいね。でももう12分か、結構ねこれ容量いくんだよ。もう12分も経ってんのか。うわサンダークロー欲しいな、高えよ。え、じゃあこれもっと高かったってことでしょ、ネギリエーターついてなかったら。ネギリエーターだっけ。いやファイヤーバーナーは絶対いらないじゃん。お目が高いな。さっきの徳川埋蔵金もっとよこせよ。ちょっとなんか必死な抵抗していい、拳で拳で必死な抵抗していい、ガチな話。待って、でもこれいけるかもしんない。だってあとじゃあね、本当に急ぐわ。ちょっとさすがに容量もさ、今日テンションいいね。もうこれあの3本ぐらいレコードした後なんですけど、実は見ていただけたでしょうか。ヒント言うまでもないか、まあ大体察しがいい人なら分かると思う。3本立て続けに上げさせていただいたあの日です。そう、まあ大体分かるよね、時系列を追えば、追ってもらえば、追っていただければ。だって結構かかるよねあれ、普通に20分ぐらいかかるから、あそこで貯めるのはちょっときついんですよね。あれ無限脇じゃないよね、正直無限脇なわけないよね。金がね入ってくれればね。もうさっきすげえ貯まるとこあったよね、金バーって。来たほら、あいつマジで。うわサンダークロー欲しいな、これで全然使えない武器とかだったら超面白いけどね。いやクソ強かったと思うよサンダークロー、確か俺の記憶だと強かったよねサンダークロー、覚えてるよ俺。弱すぎ、あ弱すぎ。ボルト出すよ、ボルトクラバー。
ここで強烈に、猛烈に稼げないかな。猛烈に稼ぎたい、ここで。猛烈に稼ぎたい。俺は何やってるんだ、一体ここで。いやー、でもちょっとこの、あれだと厳しいな、ちょっと。3000ボルトって相当だからね。このゲームだと。2だったら2秒だけど。2だったら2秒なんだけどな。2だったら2秒なんだけどな。一回普通にやるじゃん。勝っちゃったらもう面白いけどね。勝っちゃったらじゃあ。あー、でもそれもちょっともったいないな。あ、で待って、もう、あと1000でしょ？頑張ろう。頑張っていこう。あと1000ボルト。頑張れ。1000ボルトか。そんな甘い話じゃねえな。今それいいんだよ。もう16分。別の惑星行った方がいいな。ここだとちょっと絶対手に入んない気がする。うわー、あらかじめ買っとけばよかった、サンダークロー。いや、でも2万もあると思わなかったから。普通にちょっと惜しいのがムカつく。買えるじゃん、もうすぐっていう。もうちょっと頑張れば買えるじゃんっていう。どこが一番金貯まるかな？把握しとけばな。ベルディン軌道とかめっちゃありそう、なんか金。いや、カルボで行こう。カルボめっちゃ好きだから。てか、それかホバーボードレースで1ドルとか。あ、そっか。それで行くか、じゃあ。いや、でも、まあでもそうだね。一応、じゃあ、ホバーボードやろう。ここで。カルボで。それあり。正直。結構賢いと思う。賢い判断だと思う。自分で納得してて草。自己完結してて草ですよ。すごいですよ。ここのレールだけ、あれ、レーンだけであれなんないかな。ちょっとこいつさ、あいきかな。1ボルトだから大丈夫。もう、あともう少し。よし。開けろ。あ、よかった。開いてた、開いてた。閉まったらショックだった。シェルショックだった。お、待って。徳川埋蔵金。いいね。良心的だね。え、これ賞金何？ちょっと、ダメだ。もう忘れた、そう。忘れるよ、間空いたらさすがに。待って、これ、もらえない？え、これどうやんだっけ？マジ忘れたんだけど。四角、あ、オッケー、思い出した。ちょっと間空いたから忘れちゃった。トリック決めると、ターボが増えるんだ。ターボが増えるんですよね。はい、すいません。トリックを決めることでターボが増えるので、やった方がいいと思います。はい、すいません。トリックはトリート。こんなことやってる場合じゃないんだよ。あ、しまって。あ、しこんなことやってる場合じゃないんだよ。よし。めっちゃ面白い。またやります。よろしくお願いします。開かねえのかよ。開かねえのかよ。おい。やばい、ちょっと焦ってきた。大丈夫だよ。焦らなくてもなんとかなるよ。ここで稼いでいい？ボルト。多分ここでいけるわ。うん。あと1000でしょ。もう、普通に歩いてるだけで1000いくわ。すぐ戻ろうな。いや、これ戻ってんじゃねえか、これ。戻ってどうすんだよ。逆だよ。バカか。バカでした。すいません。バカだと思うんだよね、俺は。え、めっちゃおしゃれ、あれ。なんかユニバーサルスタジオみたい。ほら。パクってるし。ユニバパクってて草。すごいいいですよ。でもほら、下に見えるでしょ。さっきのレースが。水没してんだよね。完成してんすよね。はい、すいません。埋まってんの。あれが浮き出てくるの。ね。大事だからね。これグラインドレールだよね、こっち。あと少しなんだけど。でもこっち行かな。好きだけど行かな。あなたのことが好きだから。しこ。今日調子いいよ、すごい。ゲームもな、もう飯も食ってからね、間で挟んで。サンドイッチも。こいつらボルト落とす。ナイス。ナイスなゲームです。すごいですよ。すべてが完璧です。見てください。すべてが完璧です。
はんはん。怖いの容量だけ100ギガぐらい上げてからやればよかったか。さすがに開けてる時間がもったいないんだよね。そう、まあこの前も言及させていただいたと思うんですけど、一応ストレージ4テラ追加で購入させていただいたんで、そこの心配はちょっとあれなんですけど、まあ4テラでも俺の使い方だとすぐなくなっちゃうんだけどね。昔だったらもう計り知れない容量だけどね、4テラって。ちょ、戻るわ。これ一回死んで、で、もう一回やれば多分稼げる。ボルト、稼ぐんだ。どっからお前、あれだよ。どっからリスポンしてんだよ。なあ。乗っちゃうぞ、じゃあ。じゃ、わざと死ぬね。申し訳ないけど。うますぎて死ねない可能性あるけど。これ、わざと死ぬわ。いや、もう素晴らしいゲームだね、本当に。え、よかった。レコードで地味に初めてだから、このトリロジーのラチクラ。結局最初にやるの1になっちゃったけど。2最初にやりたかったんで。2でんねん。これ落ちれる？ちょ、わざとね。4、5、6、7。結構良心的だね。あー、かわいそうに。踏んだり蹴ったり。インソムニア。ちょ、待って、でもさ、弾薬用のさ、あれがね、ないのはちょっと怖いんだよね。俺個人的に。弾薬用のボルトがないっていうのが危険な気がする。ちょっと待って、2800になってない？あ、28000になってない？大丈夫？29000で頼むよ。28000だったら終わりなんだけど。なんでボルト稼ぎチャンネルになってんの？冒頭でもあんなね、稼ぎ方してさ。ちょっと待って、これ普通に2万8000な気がする。俺の目が悪すぎたか。2万8000でした。終わりです。罪です。ご視聴ありがとうございました。ダメだこれ。もう22分いってんじゃねえかよ。ちょっとやべえよ、さすがに。ちょ、2もやりてんだよ、俺。レコードで。2まで来てんだよ。2まで来てんだよ。そこら辺理解してくれよ。ちょっともう一回ちょっとあの毒が埋蔵金いって、もしかしたらボックスが残ってるかもしれない。そんな奇跡起きてくんないかな。チャージブーツがねえからさ、きちんっすよね。ちょっとマジで神。全然いかない。全然いかない。ちょっと一回カルテいって。効率悪すぎ。マジしぶたく。大丈夫かな、ちょっとダメかな。ちょっと一回容量確認するね。容量見ながらやるわ。ちょっと危険すぎる。あ、意外とでも行ってないかもしれない。ちょっとやばいよ、20分は普通に。さすがにもう一回置いてるわけねえんだよな。あれ無限湧きだったらぬるげになっちゃうもんね、だいぶ。で、でもこの謎の2万が本当に謎なんだけど。なんで？値切りエーダーが機能してたか、埋蔵金が異常なボルトを俺にくれたか、どっちかなんだよ。どっちかなんですよ。うわー、でもさすがになんか欲しいな、ボルト。てかサンダークロー。サンダークロー欲しいな、さすがに。待って。待って、さすがにあるわけな。レンズ入ってな。おお、じゃあもう一回カルボ行ってから行くわ。よし、申し訳ないですね、本当に。まあいいでしょう、なんか最後の観光ってことで、ツアーってことで、そういう、多めに見てください。多めに見てください。よろしくお願いします。マッシュしてください。俺のこのテンションで許して。最後だからね、集大成です。本当に完璧です。正直この後やる、ちょっとやる2もすごい楽しみだし、2レコードするの結構地味に夢だったんだよね。嬉しいわ。これでもカルボで、カルボナーラになって、
容量確認できねえ。しこ。よくわかんねえ感じになってる。押し押しいいぞいいぞ。押しを学びよりいいぞ。こいつには苦しめさせられたね。カレボの ロボットなのか、ガベルディまで来てたのか。とんでもねえな。なんでガラクトロン製のロボットが、アイロボットが、あそこまで来やがったんだ。え、これもしかしてセーブしてさ、ゲーム再起動しないとっていう。おし、これ神。このボックスマジ神。あの CEO だからめちゃくちゃ好きなの。めっちゃ好きやねん、あなたのこと。俺あなたのことめちゃくちゃ好き。あなたのことが好きだから。もう一回やる。ここで。ね、ここでやっても大丈夫だよ。余裕あるからね。余裕なんかないでしょ。ね。え、ちょっとここのさ、ボックスってさ、マジでさ。あ、反映されるんだ。ってことは、え、ちょっとここのボックスっていくらぐらいなの？いや、マジマジマジ。気になるじゃん、普通に。飛び越えすぎだよ。え、そ、ここで無限。なんだよ、ここ最初稼げばよかった。いくらぐらいなんだろう、ここの。え、全然じゃん。え、増えた今。1円単位。嘘でしょ。まあ、ここでか、え、だからそのまま20円とかじゃねえかよ。どういうことなんだ一体。めっちゃイケメン。ほんとこの人好きだったな俺、当時から。ほんと素敵。なんか器だよね、貫禄があるよね。かっこいいこの人マジでイケメン。よし行こう。え、マジかっこいい。え、じゃあ5円暇。じゃあ履いてんの。え、ちょっと待って。え、で、好きな食べ物何。え、マジで。いや、あの時のプロダの顔やばすぎるでしょ。え、好きな食べ物何。え、何の食べ、え、アイスとかよく食うの。食べんの、アイスとかよく。え、俺もすごい美味しいなんかパフェの店ある、お、知ってるけど、紹介しようか、連れてこっか。で、一緒に行く、これから行くじゃん、今から。露骨すぎて草。おし、行きましょう。やっとサンダークロー買っちゃうよ。じゃんね、サンダークロー買っちゃっても大丈夫だからね。今のところ 7.59 ギガだって。意外とそうだね、控えめだったね。よかったよかった。これで20ギガいってたらもう終わりだからさ。 7.59 か。おしまい、一発で倒せたら大丈夫っす。2までいけるかな、2までいけるかな。まあとりあえずビッグバッドボス倒せれば OK です。まあ途中でなんか止まっちゃったりしたらもうさすがにやり直せさないんで、あの容量がなくなったと思っていただければ大丈夫です。まあビッグバッドボスは絶対倒します。じゃないと意味がないので、それはやります。もうちょっとだからもうここからマジでもうほんと超大真面目にプレイさせていただきます。よろしくお願いします。じゃあまずはサンダークロー買いましょうか。このステージもう一回やってとかはなしね。絶対やんないからね。また切れることになる。よし、切れないっすよ。え、買っちゃっていい、この紙ウェポン。買っちゃっていい。今日はこいつにも腹立たないもん。やった、来た。え、1なの弾薬。すっげえ良心的じゃん。え、なんかこれ多分やばいよ、サンダークロー。一最強のウェポンだよこれ。てっきりあのあれが最強だと思ってたけど俺。何だったっけ、リアクターテーブル。名前かっこいいんだよね、リアクターテーブル。当時ドラマ怖かった、名前がかっこいいから。なんか怖い怖い名前だと思ってた。アークリアクターとかが出てくるずっと前だから、トニー・スタークのあれ2008年でこれ2001年とかだから多分。さあ、じゃあ行きますよ。なんかここのいいね、この広い方怖い、めちゃくちゃいいです。じゃあここでやるわ。ここからも集大成ですから。ビッグバッドボスドレック見ていただいた方もありがとうございました。全部見ていただいた方、マジ愛してます。じゃあサンダークローでちょっとやってっちゃって。そもそもマシンブラスター、マシブラが最強だと思ってたけどこれですよ。しかもこっから当たるの、あいつ。こっからサンダークローを使うときは丸ボタンを押し続けてください。あ、アドバイスどうも。分かったよ、もう。よし、ちょっと顔、いらっしゃい。金が怖い。72でいこう。72時間本音テレビでいこう。よし、来た。さあ、行きますよ。え、めっちゃ楽しみ。HP ゲージ出てないから攻撃する意味ないっすね。今。あの野郎。音楽がもう完全に、あれなんだよね。3のあの惑星なんだよね。この BGM 好きだけど。
3だよね、この音楽。あ、2にもあったっけ、これっぽい。ちょっとクイックチェンジですよ、さすがに変えよう。右をサンダークローにして、てかここをさ P で前おかしいだろ。でこれカップヌードルネギ塩にして、カップヌードルネギ塩ですよ、カップヌードルネギ塩。さっきの広いところめちゃくちゃ、ここかここか、さっきの広いところめっちゃよかった。まあとりあえずこれでいこう。え、ちょっと待って、減り方見て、減り方やばくない？全然減ってないじゃん、全然減ってないじゃん。いやでも弾薬が1なのがやばい、もう最強ウェポン。あ、でも、うん、まあこれだったら勝てるわ正直。で HP も8あるでしょ、ぬるいっすね。あ、よかった、もう完全防備でやってよかった。いやこれ狙ってたの俺、もう昔と違ってパワー系じゃなくて頭脳派になったから。まあ頭脳派ってほどでもないんで、いや頭脳派ってほどでもないんですけど、あ昔よりは頭使ってます。頭使ってる、頭を使ってないのはバカな証拠なのでやめた方がいいと思います。はい、すいません。脱サラをしている、50代無職男性です。これから YouTube の方で生計を立てていきたいと考えているんですが、ひろゆきさんだったら具体的にどのようなビジネスモデルをお考えですか？よろしければ教えてください。無理なので諦めた方がいいと思います。あなたをお見受けしたところ、無知で無教養なバカだと思うので、元のサラリーマン生活に戻ってください。はい、すいません。お見受けしたところ、無知で無教養なガキのようなので。これはいわゆるストーンヘンジというやつですよ。ガハガハ。フロム。バイマザー来た。無理なのでやめた方がいいと思います。無理なので諦めてください。はい、すいません。やめた方がいいと思います。 If you go to dentist なんですよね。 If you go to the dentist you have no pain, you have one day pain, after that you have no pain. My name is Charo, nice to meet you. チャロめっちゃ好きや。結局チャロに会いに行くとか言って会いに行かねえじゃねえか、嘘ついてんじゃねえ。嘘ついたね、嘘ついちゃダメだよ。お、待って、これぬるげじゃね、ザンダーケージだ俺。名前ザンダーケージに変えようかな。名前変えていい、ザンダーケージに改名していい、ザンダーケージチャンネルに変えていい。しかもノーダメージなんだよ、うますぎじゃん。ナノテック取る必要なかったろ。サンダークローだけでよかったの。でも3万か、サンダークロー3万、スーパーナノテックが3万だから6万なわけだ。ネギリエーダーを使っても、じゃあネギリエーダー使わなかったら4万5000とかから5万から6万ぐらいか。そう考えると、なんかすげえ得した気持ち今日。よかった、ありがとう。なんかすげえ得、なんで今落ちたのあいつ、すげえ得した気分。とうとうここまで来た。ええ、それはこっちのセリフで。俺様がスイッチを押せばカウントダウンが始まる。カウントダウン TV スタートです。ふるさと納税っつってんだろ。うわ、いいね、この時間帯だったらまだ全然ぬるい、ぬるいよ、ね。てめえがやったんだろうか、この玉ねぎヘッドが。もう玉ねぎ似てるって言われる。誰似てるの、サザエさんの藤木くんだっけ、名前忘れちゃった。でも俺藤木くんすげえ好きだからさ、サザエさんじゃない方の、あのイケメンの方の。何度でもできる、まってく、あの GTO の方の悪魔の計画っす。悪魔の計画、悪魔的だ、約束と違うじゃねえか、インチキだ。カウントダウン TV スタートです。パワースラム、なんでこんな淡々と喋ってんの、楽しそうに。余裕ありすぎやろ。これ見せたらどうなんの。でも最悪のゲームだよね。ちょっともうここであれじゃん、点数稼ぎきてん。あ、ダメだ、よし、助かった。すぐナノテク取って、この接近禁止法やめて、俺それ系ムカつくから。よし、いくよ。でも最初からなのがむずい。一発いけっかな。ちょっと不安。ちょっと不安、ごめん、ちょっと不安。ちょっと大丈夫かな。不安になってくるでしょ。ならば、一生懸命、一つのところに命をかける。そうだ、今ここを生きていけば、みんな、生き生きするぞ。ユニナノダイヤで、勉強、頑張れ。ちょ、ふざけんな。あ、来た。ふぅ。なんで、その弾ねえんだよ。最初の初期ウェポンが一番強いっていう。PDM のジャバンド。これいくら？
まあまあ良心的良心的。22発しか買えねえじゃねえかよ。金がいいんだわ。もう3万ボルト欲しかったな。やべ、ちょっと本当にやばい、本当にやばい。おい、弾がねえ、弾が。あ、まずい。弾があれば勝てたのに。あともう、何今の、意味わかんなすぎじゃない？何今の、何が起きたの今。え、ごめん、意味がわからない今のは。これはこれは激ムズ難易度。え、ちょっと今何ギガ、あ、まあ大丈夫、まだいける、まだいける。え、ちょっとやばいよこのゲーム。ちょっとスクカルボで金稼いで。うわ、弾が足りねえ。やべえ。弾ねえんだわ。嘘でしょ。今多分あれか、カウントダウンか。そんな理不尽な。え、最初のやつ止めたらいいとかじゃねえのかよ。そんなインチキな方法あんのかよ。黒崎よりインチキじゃねえかよ。じゃ、弾ねえから倒せねえわ。ねえ、まず。まず弾がないっす。弾ないっす。もうちょっと金欠対策考えてほしかったね。さすがに。これはひどいわ。レンチで倒せっていうのか。ビッグバッドボスを。レンチで倒せっていうのか。まあ怒んないよ、今日は。さすがに。ただちょっと、やばいなと思ってる、正直。かなり。どうしようかなって。金貯める手段がねえんだもん、だって。あるんだったらいいんだけどさ、バグ技以外ないじゃん、金貯める方法が。これで400だもんね。サンダークロー ×2 は必要だよ絶対。サンダークロー ×2 と、あ、これマックスなんだ。あ、オッケーオッケーオッケー。ここら辺マックス。ブラスターもね、ブラスターと、あれはもうマックスじゃない、ダメ。最低。でもちょっときついな、かなり。やばそう。ちょっと待って、これ落ちたらボックス復活しないかな。無理か。だからこれで、社長のとこの CEO のところのボックス復活しないと。OK。あ、ちょっと本当にやばいかもしんない。今日。今回こんなことになってしまって、本当にすまないと思っている。ちょっとすまないどころの詐欺じゃない。本当にやべえ、これ。ガチで。本当にやべえ。普通に俺はビッグバッドボースドレックに謝ってほしいもん。今。おかしいじゃん、だってあんなのさ。さすがに1000ボルトぐらいはないときついかな。2000ボルトあればもうぬるいっす。ただ1000ボルトこっから稼ぐのきついんだよな。ちょっともう覚えてないよ、どこがどこだか。ちょっと待ってね。
ノバリスとスペースシップ BB がやばいらしい。ノバリスってどこだっけ。オークソン。ノバリスここか。最初のところか。ノバリスとスペースシップ BB。 ノバリスこれ本当だ。なんかスペースビシップ BB の方が本当っぽいな。スペースビシップ BB ってここか。ただ結構ひどいこと書いてある。楽しようと考えるな。どうだ、苦しい道行けってんのか。苦しい道行くわけねえだろ。楽をしようとは考えるな。攻略サイトに何ちゅうこと書いてんの。楽をしてから攻略サイト見んだろ、みんな。楽をしようと考えるな。ここでなんかうじゃうじゃいるらしい。でもなんか確かに稼げそう。ここ最初から来とけばよかった。迷ったんだけど。これで稼げんの本当に。あ、そっかそっか。稼げるんだね。確かに。おい、お前、先日はどうも。先日はどうも。反町隆史です。俺ら神奈川の族5000人。一人で束ねた図鑑に影響つかんだから、やるな。よし、来た。うわ、痛い。痛いな。痛いな、痛いな、なんてね、言いながらね。すげえ稼げる、確かに。でこれ1時間で10万ボルト稼いだと書いてる人いるんだけど、本当かな。それは、本当かい。嘘ではないのかい。いや、本当ここで10万も稼げるの。そんなにいらないけどね。でもまあ、あれ、ランチャン、ライノってさ、刑事さんから買えるじゃん。ブラックウォーターキャナルで、確か。そんな10万ボルトぐらいしたっけ。するよね。結構高かった気がする。ランチャーシリーズ。10万ボルトってきつくねえか。このゲームで。ライトクルーズ。あんま進めたくない。あ、でももう2000ぐらい溜まった。3000までいったらじゃあ戻ろうかな。結構ほんと溜まるね。確かに。ここ1時間にやるの、ボルト稼ぎはちょっときついな。初めてこれ。人生でここで稼ぐの。結構溜まるじゃん。こっちの方がいいかもね。普通に。暇も潰せるし。暇すぎるじゃん。あの、ブラックウォーターでの、あ、連中のあれかな。ブラックウォーターでのさ、ボルト稼ぎ結構きつくね。結構きついんすよね。スキルポイントどこで見んの？あれ、スキルポイントどうやって見んの？そういえば。見れんくね？見れないじゃん、スキルポイント。ワンのスキルポイントどこで見んの？おかしくね？アイアンレーダー。マジでどこで見んだよ、スキルポイント。来てきた。3000、音楽いいね。3000ボルトぐらい一瞬だよ。こんなボス倒すためにボルト稼ぎに戻るゲームなんて久しくやってねえぞ、マジ。いつの時代のゲームなんだよ。あ、持ってなかった、あれ。スキルポイントどこで見んだっけ、マジで。マジで見れないんだけど。字幕オフになってるし。スキルポイントどこ。あと一つなんだろう、ね、そう、コードボットだ、コードボット。まあ、いっか。今のスキルポイントめっちゃ気になるけど。お、取り逃し。まあ、3000。うん、なんとかなる。これでいこう。なんで取り逃しあんの。ボルトクラバーちゃんと機能してよ。護衛戦艦ヤマツ。よし、スペースバトルシップで育成となっている。最高。
このメンツで。ねえ、デッドプール&ウルヴァリンのヒュージャックマンやばいね。超かっこいいね、相変わらず。さすがだわ。ずっとインスタで見させていただいてたけど、さすが。超かっけえ、相変わらず。すごいよね、本当に。これでローガンがなかったことになってよかったな、個人的に。あれちょっとね、俺的にはね、ジェームスマンゴールドだっけ。ジェームスマンゴールドだっけ。ねえ。ほんと、それまでのそれこそ、なんだっけ。忘れちゃった。ブライアン・シンガー監督のね、X-Men シリーズ神だったから。Days and Future Past とか、First Class も良かったし、マカボイ。あれはもう本当にカメオレベルだけど、ヒュージャックマンも。神映画だったもんね、あそこら辺も。本当に。X-Men トリロジーも神だったし。なんか、ブライアン・シンガー監督が作った X-Men が大好きだったから、個人的には。あのローガンはひどかったね。遠回しに行っても。大ファンだから、ブライアン・シンガー監督の。それで、ボヘミアン・ラプソディもすごい良かったし。ボヘミアン・ラプソディもすごいですよ。ボヘミアン・ラプソディもすごいですよ。ボヘミアン・ラプソディもすごいですよ。このラプソディっていうのがすごい言いたかった。うん。まだちょっと楽しみ。どういう感じでカムバックするのか。まあ、トレーラー2もね、この前出たと思うんですけど。よし、じゃあやっていきましょうか。頼むぜ、今度こそ。一応ここで稼ぐ。ボス以前にボルトに悩まされることになると思わなかった。しかもここないし。いや、武器ショップ以外で買いたくねえ。PDMI もなんか倍取られるからさ。恐怖でしかない。ゴールデンウェポン懐かしい。結局俺の一番好きなパンチングラム取らない状態でこう。ここまで来ちゃったけど。ね、大変長らくお待たせいたしましたね、ほんと。申し訳ないですね、ガチで。今度こそやるで、ほんまに。頼みますわ、ほんまに。ちょっとね、疲れちゃったね、さすがに。さすがにやっぱり、一筋縄にはいかなかったね。もっと、安直にというか、楽観的に考えてたんだけど。予想通りになった。さすがに一発ではいかなかったか。サンダークロー取ったから一撃とか、一撃で倒せると思ってたんだけど、そうでもなかったの。ちょっと待って、これやれば。温存できるしめっちゃ効く。これいい。わかる？言ってる意味。ちょっと気をつけてね。あ、これいい。無駄にしない弾を。食らうときと食らわないときがあるんだよ、こいつ。この、これいい。そうなんだよ。N 人じゃないけど、まあ N 人戦も大好きだけど、ビッグバッドボスドレックが強いんじゃなくて、乗ってる乗り物が強いんだよ。よくわかんないの。パワードスーツみたいなのが。あれがクソ強いんだよ。普通に舐めやがってよ。たくよ、カバトの野郎、舐めやがってよ。しか。うわ。おしこ。しいよ、すごいよ。すごい、すごい良くて、本当にすまないと思ってる。し、すごいですよ。よし、来た。川とネロ来た。ちょ、取れ、取れ。なんで取らなかったんだよ。ホバーボマー来た。すえ、サンダークロー。やべえな、この武器。夢のウェポンだぜ。星のカービィ、夢の泉デラックスですよ。夢の泉デラックスめっちゃやりて。鏡の大迷宮やりて。Wii U のさ、Wii U で やりたいんだけど閉まっちゃったから、スイッチでやるとなると、ゲームボーイアドバンスのオンラインって、年間じゃん、365。俺そんなにスイッチやんないから、ちょっともったいない感がやばいんだよね。年間パックで。やんなきゃいけないなってなっちゃうから、すげえ嫌だから、それは。うん、ゲームからちょっと距離置きたいから、すげえ迷ってる。年パスやめてほしい、本当に。普通に従来のオンラインパックにゲームボーイアドバンス追加してくれればいいのにさ、どういう底意地の悪いあれなんだよっていう。任天堂立ち悪いわ、本当に。ここで切り替えないといけないの難しいんだよね。
ここで落ちたらショックだよね、正直。あ、もう最終局面か。距離感気をつけてね。ちょっとあれになってきたから、ちょっとだれてきてるから気をつけてね、本当に。こういう時が一番危ないから。さっきこれでやられたから。よし、ナイス。こうして一定周期で多分カウントダウンやってくると思うから、真ん中の数字が、てか、うん、真ん中のあれボタンとカウントが出るときにちょっと注意して、すごい注意をそっちに向けてもらって。よし、タイミングずれた。よし、今気づいたね。さっき気づかなかったの、本当に盲点だった、マジで見てなかった。でこれ接近禁止をやってくるから、早いな結構こいつ。ちょっとこれやめて、ほんと気持ち悪いこれ。しかも結構しつこい、しつこいマジで、ほんとにキモい、ほんとにほんとにキモい。やめて、ダメダメダメマジで。あと弾薬ちょうだい、あとボルト落とそうか、どうせなら。ずれた、ずれた。いける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 、そろそろカウントダウン来るぞ。なんかさっきよりカウントが短くなってる。性格で待ってくれる。これでさ、一番怖いのがこれで避けてる時に下に落っこちちゃうことが一番怖い、俺は個人的に。やべえ、ちょっと緊張してきた、やばい、この緊張感やばいな、久々だな。そう、これ覚えてる、前もこれ味わったもん俺。よし、一回ブレイクタイム、ちょっとよりを確認します。よっしゃ、あと13ギガ残ってる。いやちょっと52分か、すげえ緊張感だな。1000か、 1080p でいこう、 1080p。 え、ちょ何その変な技、ちょっと卑怯だよそれ。何そのスーパーチャージャー、ナノテック打ってくんだけどあいつ。え、ちょこれ勝てない、ごめん無理だ俺、これ勝てないわ。あ、よかった、その卑怯だよ、チートじゃん。またやんのか。え、待って、ここでじゃあまた さらにあれじゃん。よし、なに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 、あの人たち怖い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 、うわ緊張してきた、やばい、またあれか、これほんとやだ、うわやばい緊張してきた、やばい、動機があるわ久々にゲームで。ロックマン X のシグマぶりだわこんな。シグマだ、ロックマン X のシグマ戦だよ、イカ様なしの、ルーキーハンターモードなしの。今日だろあいつ、ダメ勝てない、ナノテックが出ない、ごめん負けるわこれ、強すぎるこいつ。あ、トラウマだ、やべ、ちょっとこれ勝てないかも今日、ごめんマジで無理だわ、勝てたら奇跡。ちょっと待って、目が前が見えないもんストレスで、ダメだこれ強すぎる。あー、もうダメだこれ、いやー奇跡だよ、ここまで削れたのがすごい。普通にだってあれ落ちてきてぶつかったら終わりじゃんね、よくわかんないの、変な変なの、変なロケットランチャー。ちょナノテックちょうだいよさすがに、マジ意味ないこれ、ごめんちょっとマジで無理だわこれは。これメンタル弱い人だったら泣いてるよこれ、泣く、子供やったら泣くわこれ、道理でトラウマだわ。
結構俺もメンタルやられたもん。珍しく。さっきのさ、穏やかな温厚の感じの俺と見て、このさ、震えるもんだって今。やってみてこれ、ほんとみんな。いや、何も考えてないよ、もう。ここで死んで終わりとかやめてね、ほんと。いや、これはちょっと、今年度最高傑作でしょ。これで録画失敗しましたとかやめてね、マジで。見てくれた今の。もうちょっと無理だわ、しばらく。この後ちょっとまたもう一本撮ろうかなと思って、まあ撮るけど、ちょっと一回ブレイクタイムないと、これきついわ。これは、しかも分かりづらいっていうね、最後のギミックが分かりづらいって。これ、リトルビッグプラネットに向けて何やってんだよ。え、どこに向けて撃ったの？これ、ちょっとさ。まずい、バイオブリタレーター。危ない。ええ、ナイス。え、そういう感じ。そう、やばかった。ロキ、そうとロキみたいだね、これ。今思うとすごいな。クランク、予言してたな。っそっから10年後の2011年の、落ちたら。そう、命も死んじゃうよ。そうっすね。本当にきつかった今。すごくない？さっき字幕つけたから。どういうことだ今の。入ってこねえよ、もうさすがに。さっきのやばすぎて、うん、一番やばかった。やり尽くした。でもよかった。これでも、これもう一回とかだったらマジきつかったな。さっきの正直絶対負けると思ってたから。どうでもいいだろうって。どうでもいいだろう。そうか、うん。もうボスは倒したし、手が。ロボットと一緒にいる意味はないっすよね。なんてことだ。でも、おい、クランク。コンパスまで壊れたのかよ。うちでゆっくり直してあげるからさ。泣かせるよね。でもせっかくのいいシーンな、いいシーンなのに、なんかめっちゃ跳ねてるよ。あのピョイン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 の音が台無しにしてるんだけど、このバグだよねこれ。さっきの敵かな、なんか残りの音が、 SE がサウンドエフェクトが入ってる。うわー、ありがとうございました。ご視聴、これはうまい酒飲める。今日ホワイ来た。いや、もう本当に絶対クリアできると思わなかった。いや、やっぱり記憶通りだったね。ドレックはだけはもうトラウマだから、今やっても超強い。もうサンダークローとかそういう問題じゃない。それでも2周目もっとむずくなってた気がする上に、あのこれ以上にライノ使っても全然、だからライノがクソ弱かったね、確か。俺の記憶が弱いよね、1のライノ。全然当たんねえし、打っても。だからライノ使っても全然強い、確か。ビッグバッドボスドレック、まあ敵としての難易度みたいなのはすごい、メトロポリスかメガポリスか、敵としての難易度はすごいいいんだろうけど、ちょっと正気の沙汰じゃないなと思った、ね、思いましたね、個人的には。1時間いっちゃったじゃん。いや、尋常じゃない。いかがでしたでしょうか、ニューモーラーのラチェット&クランク究極版終局体。これエンコーディングエラー起きないといいんだけど、 YouTube アップした時に。まあそしたら上げ直すわ、最悪。これはもう最高傑作でしょ。だってもうこれ超えるのないわ、今年多分。ゲームで個人のあれで、俺個人でこれ以上はないかな、もう。いや、この年でこのガキの頃のこのゲームやってて、あ、これラスボスに勝たないとなんか終わらないみたいな震える動機みたいなの、久々だよこんな震えたの。どのホラーゲームよりも怖いわ、最近やってた脱出系の8番出口系のやつのどのやつよりも恐ろしいわ、本当に。一番狂気、本当に。グラセフ4といい勝負だって、今めちゃくちゃコンディションいいから。グラセフ4の時は窮地に立たされてたから、多分今の状態でやったらめっちゃぬるいと思う、あれは。今のこのコンディションでやったらすぐクリアできる。でもあの状態、要は逆に言うと4の時の状態で今のやつやったら絶対クリアできないし、
本当に多分もう80時間ぐらいやってもまあどうなんだろう、でも意地でやるけど俺は。かなり苦しい戦いになると思う。4以上だと思う。4だって今この今はもうちょっと疲れちゃったけど、ドレク倒して、ドレク倒す前のあのすごい今日穏やかだったじゃん、穏やかなこのテンションでやったら、まあ、結構楽にクリアできたと思う。あの程度だったら、だってバイクに乗る時のバグがすげえうざかったから、ニコが、ニコローマンだったじゃん、あれやめてくれれば結構まあ許容範囲内かなとは思うんですけど、結構この時代なのにエンドクレジット長いね。まあこれだけのゲームだからね。オークソン、オークソン、ガスパー、オークソン。いやーでもよかった。おう、また暗いぞ。だろ、確かに。あは、それはお前だけだ、それはお前だけだ。またぐらいぞ。はい、僕はキャンデ、いやスティーブ、スティーブ、私のバリバリでモジャモジャの剛毛だって、マックオーク、スティーブ・マックイーン、ピッカピカマックイーン、実演してみよう。なんと脱毛したけて、カツラもできちゃう。それが特許の新技能。おーいえ、おーいえ、消せって、放送事故でしょ。おーいえ、手に入れたもの、スキルポイント2、ゴールデンボルト27、ゴールデンウェポン0。ネタバレじゃん。ビッグバットボー、ビッグバットボガーン。よし、戻るでしょ、ドレック倒す前に。ちょっともう全部揃えてぶっ潰した方がいい。え、めちゃくちゃボルトもらえんじゃん、ここ。やば、何ここ、やば、ここ何、最初に言ってよ。尋常じゃねえボルトあんじゃん、ここ。やば。さあ、マジいかがでしたでしょうかね。おかげさまで。なんかさっきより溜まるの早くなってない、ボルト。ふざけんなよ、マジで。サンダークロ強すぎやろ、これ。ちょっと待って、逃げるな、逃げるな。なんかボルトの量増えてない、なんだかよう知らんけど、もう2周目扱いになってんのかな、バグかなんかで。すげえボルトもらえんじゃん。いや、ゴールデンボールウェポン使ってまた、あ、またやりたいっすね。じゃあ本当に本当に遠い未来にビッグバトボスドレックをゴールデンウェポンとライノでいたぶってみたっていう動画、いつかやりたいっすね。よろしくお願いします。まあその時までまだ僕がいたら、その時にはもう僕はこの世にいないかもしれません。まあいたらやります。よろしくお願いします。じゃあこんな感じで無事にできました。ありがとうございました。え、待って、もう9時、早っ。ちょ、ありがとうございました。じゃあちょっとあのね、1時間3分いってるね、もう。じゃあ1時間20分ぐらいまで。20分やるわ。ラチクラ2。1時間超えたくなかったんだけどな。さすがに無理か。一発で倒して30分とかも、さすがに30分は無理だったね。で、このバカうるさい音楽挟んで、静かだけど今日は。いいね、ナノマシンだね。ああ、スネーク。ナノマシンはどうした？なあ、そうか。じゃあ、なあ、ドレビンポイント、使ってみないか。これ、ラチクラ1でした。ありがとうございました。いや、最高だったね。で、これ3。次行きましょう。いやー、ちょっとやばかったね、マジで。メルダと恐ろしの森より恐ろしかった。ガチで。まあ、無事クリアできてよかったです。本当に。本当に感謝している。本当に感謝しています。ありがとうございます。大統領。ソニーコンピューターエンターテインメント。イエイ。この後まだ俺撮ろうとしてるからね。やばいっしょ。
よし。服ピッカーバーローか。20かもう3日前。おっしゃバロ来た、うん、やったね。うわやったよ。ほんとやばかったからマジで。全然別ゲーなんだけど。俺どんだけ別ゲーなんだよ。25発しかないよ最初。シーカーマジこの前のねディザートライダーのあれも最高でしたね。ディザートライダーバググリッチぜひね気になる方見てください。振動がもうあるからね。2はよし。じゃあさあれだけどちょっとやりなそっか。本当にゲームやめますか。ここからなんですよね。ここからなんですよね。で HD コレクションここからなんだよ。プレスリーのなぜか。よし、せっかくだけどちょっと最初からなんか1やったからその後のさっきの後の話見たいじゃん。流れで今ビッグバッドボスを風情がこの銀河に平和を取り戻したコンビです。ウィーラチェット&クランクではあなた方の最近のご活躍をお聞かせください。いいよ。あれ以来すっかり有名人でいろんなところからたくさん呼ばれて毎晩パーティーさ。闇鍋パーティーとかっすね。出た闇鍋パーティー。ああでも闇鍋パーティー最後に呼ばれたのはパーティーでくさ、プレミア試写会にも呼ばれたっす。呼ばれたっすね。そうあれって確か先週半年も前っすよ。なんてことだ。今はもっぱらうちでトレーニングだね。ヒーローとしてトレーニーじゃん。今は OS をインストールし直してるっす。俺もほんとどっかで事件起きないかな。来たよフィジージェットさんがゴーイングコマンド。誰ぞなんかやっと見つかりやった。フィジージェットさんどこですり替わったんだろうね。そういえばうわうん、ようこそ。なんだ。私はフィジージェットメガコープカンパニーの創立者である。あるメガコープ。突然メガで申し訳ないだが、そうかこの人が作ったのか。今更だけどメガ俺の大好きなメガコープ。力を貸してもらえんかね。実行不可能なミッションを見事遂行してほしいのである。ある。理解が不可能っす。ほうオイラたちヒーローの力がいるってことかい。必要なのかい。その通り。その通り。我が社で開発中プロツペッツ。プロトペットが盗まれてしまったのだ。かわいい。オキャワだ。犯人はマスクをつけた謎の盗賊。何どうか君たち取り戻してくれんか。許すわけにはいかねえな。反対っす。許すわけにはいかねえな。反対は予想済みだ。ユルースウィリス。何もし君が OK と言えばここ好き。だけのものが手に入る。ここ好き。メガポリスの高級マンションにミスロボットユニバース。出た出た。ミスロボットユニバース。あれなんか、ワンのカレボのさっきの子に似てるよね。ミスロボユニバース。なんかちょっとずれてない音声とあれ。バイポーラベクター探知機が全中域をスキャンしたところ、セクター7の空中要塞を発見した。 Yes 要塞に潜入してプロトペットを回収した前。潜入して。では出発します。来たクリド神ゲーが。じゃあでも言おうと思ってたんだけどムービー中だから言えなかったけど、フィジージェットさんすごいなんかこじゃれてるじゃん。蝶ネクタイでなんかしちゃったりして、でメガコープ作ったじゃん。で1に出てきてさ、こちらラチェット、盗賊の空中要塞に接近中です。すっげーハキハキ喋んな。了解。すっげーハキハキ喋んな。通信終了。はい、来たアラノス上空か。後々あれなのがすごいよねこれ。
構好きなんだよね、あれの師匠。あ、来た。カメラ逆転してないよね。下部大丈夫。行きましょう。いや、だから、待って、ここ多分ヘルプデスク入るな、これ。予想。話遮られる可能性ある。入んなかったの。フィジジットさんはちょっとこじゃれてるじゃないですか。蝶ネクタイなんかしちゃったりして。で、それに対して、カレボの、1のカレボの、カレボ3だっけ、カレボ3の CEO のあの人は、ちょっと、なんて言うんだろうな、クロードというか、なんか渋いじゃないですか、結構。でも、不思議なのは、メガコープよりも個人的には、この前も言ったと思うんだけど、見て、聞いてくださった方ありがたいんですけど、カレボ3の方がなんかちょっとこじゃれてるじゃん。なんかおしゃれというか、インテリア的な、インテリアコーディネーターが作ったデザインみたいな感じじゃないですか。メガコープはちょっとなんか、いかついっていうかさ、重厚感があるじゃん。このいかにもファクトリー、ロボ工場みたいな、ファクトリーみたいな感じで。もう2000ボルト早すぎだろ、序盤で。単価が全然違うの、ボルトの。まあ、ちょっと難しいかもしれないけど。逆なのが面白いよねっていう。創設者がおしゃれな方がなんかちょっと向上的でファッショナブルな、まあなんかジョニー・デップじゃないけど、あのチャリチョコみたいな感じ。え、ここ落ちて一回どうなんの、初めて落ちたここ。あ、普通に落ちれるんだね。こっからなんだ、全然いいよ。だからもう平行スライドがもうそのビッグバッドボス平行スライドありでやってみたかった、マジ。これでどんだけぬるくなるのか。だいぶぬるくなりそうだよね。ただ最後のあのメガキャノン砲がやばすぎてね。あれ結構やばかったな、もう普通に。そう、だから逆になってるのが面白い。ファッショナブルな、ファッショナブル2期の CEO の方が、なんだろう。ちょっとこう、重厚感がある建造物で、ちょっと重厚感のある CEO の方が、重鎮感ある人の方が、ちょっと、こじゃれてるっていうところがちょっと面白いなっていう個人的に思ったんですけど、逆、まあ、そこまで考えて作ったのかどうか分かんないけど、意外とそういうのもあるかもね。でも意外とそうかもしんないね、意外と。だからなんか、まあ、建築は他の人に任せてるんだろうけど、設計とかはたまたまその設計士に当たったとかあるんだろうけど、でもなんかそこまで考えてたら面白いなっていうのはある、ね、個人的に。うん、逆っていう。まあでも俺全然メガコープ大好きだけどね。メガコープの方が好きだけど、ガラクトロンより。でもガラクトロンのメカだからガラメカなのに、メガコープのじゃメガメカになると思うんだけど。メガメカになっちゃうよね。ガラメカじゃなくて。ガラメカって一緒でしょ？ガラクトロンのやつだからガラメカなんでしょ？だったらガラメカじゃないじゃん、これ。メガメカじゃん。今来た。アンミカみたいになるんだよね。来た。ホワイトニングですよ。来た、インソムニアックマーク見て、ほら。おしゃれだよね。銃の前の正面。オイラはただのメカニック。メカニックだよ。直しに来たんだ。ご苦労さん。大丈夫だからね。メガコープのスパイめ。ずいぶんのこと言ってくれるじゃねえか。この笑い方好き。今日イケメンサックまではいけないな、さすがに。そこまでやるとちょっと容量が持たなそう。いやでもよかった、無事 BBB 倒して。また2後々こうやってレコードで楽しくプレイさせていただきます。最初からまたちょっと何回でもできるから、これ無限できるから、このゲーム。ごめんね、一番好きだから。ああ無限できるんですよ、マジで。シェイ、ゴールドになってる。ちょっと価値が上がってんだよ、ボルトが金になってんだよ、俺の好きな。そこも好き、上がってんね、ちょっと価値がバブリーなんですよ、結構。来た、トラブルだ、イケメン来た。頼むよ、出せ。マネーザ・マネーチームだ、マシコ。残念だが今日話せるのはここまでだ。おい、どういうことだ、ジョニー。まだ半分も話してないぞ。諦めてください、ジャック。仕方がないんです。諦めてください、ジャック。
仕方がないんです。残念だが今日話せるのはここまでだ。諦めてください、ジャック。仕方がないんです。いや、今日のストリームかなり良かったでしょう。ね。おまけまで付きだ、クレジットボーナーね。クレジットがおまけ付きだからね、これ。うわ。ランスあんまつかなかったな、このゲームで。ランス。なんかこの時、当時なんかグラスフもやってたからさ、バイスシティのランス思い出しちゃってさ、それちょっとイラッとしちゃうからさ、あんま使わなかった。ランスムカつくじゃん、あいつ。バイスシティの。わかるでしょ？ランス出てくるかな？なんかトニー・ベルセッティが出てくるかとか気になるんだけど、6で。マイアミ。フロリダ州マイアミ。よし。マイアミビーチ最高。フロリダですよ。俺の英会話教室のティーチャーがフロリダの人だったな。懐かしいな。ウーマンだったけど、ガールだったけど。フロリダの人でしたね。すごいいいですよ。素敵ですよ。フロリダもすごいいいですよ。聞かない。当たらない。センビン。オッケー。ふん。ウーズラクリアしてやな。マクタールで終わりたい。だからちょっと一つ飛ばすわ、あっちの方。応答願います。トラクタービームの方飛ばすわ、一回、今日は。なんてこと言うんだ。実はちょっと、もうすり替わってる。もうすり替わってる。正体不明の盗賊がプロトペットを連れて、早くもすり替わってる。であるか。この映像が手がかりになるかもしれん。うわ。ここの銀河のマップは置いているかい？置いているかい？今ならちょうどおまけがついて、なのに一冊分のお値段。めっちゃおまけつく。ちょうだい。ああ、なんてこと。なんてこと。あ、こいつここにいたのか。苔生えてるやつ。苔生えてる。もともとガラクトロン。ふう。行かなくちゃ。よし、すごいですよ。ウーズラ来た、ウーズラ。ウーズラの卵来た。最近ここの、眺めがマジでいいよね、ほら。やばいっしょ、これ。メガコープ。そうそうたるあれだよね。重厚感がすごい、本当に、メガは。まさにメガにふさわしい。コープだ。メガ。メガコープだ。ブリツガンの方が高いってどういうことだ。個人的に手裏剣クラブの方が好きですよ。最初もワイドボーンだけに。電池を投げるには R1 ボタンを押したまま四角ボタンを押します。ありがとうございます。一夜のみそからね。ありがとうございます。うわ。あ、行くかな、行くかな。こぶしこぶし。序盤のクランクいない、この違和感。もっと多くの敵を倒して体力を増やしてみましょう。でも一応クランクをヒーロー扱いすると面白いのが、2人のヒーローがこう途中で合流するっていう演出もかなり粋だよね。なんかかっこいいよね、普通に。めちゃくちゃおしゃれだよね。なんかこうちょっとその最初はジラスじゃないけど、ヒーローを最初から2人でじゃなくて途中合流みたいなのが、なんかこう余裕を醸し出してていいよね。なんか今考えると演出としてはかなり粋だなって思います。かなり粋、正直。お前生意気、俺たけしよろしく。よし、そこだからすごいなって思いますよ。余裕かましてるなっていう、正直ね。平行スライドやばすぎ、マジで神。めちゃくちゃぬるくなってるから、だから2も俺多分平行スライドなかったらどうなんだろう。平行スライドな、平行スライドなしでやってみる、一回。昔、ああ、昔じゃない、いずれ。めっちゃ使ってるんですけど、見えてないですか。俺のプレイ見てないでしょ、そもそも。どう考えてもワイドボーンしか使ってないですけどね、比率的に。明らかに
プレイ見てないでしょ。そもそも。舐めとるんですかね。そもそも。効かな。当たらな。よし、来た。あれ、弾切れだ。弾切れだ。めっちゃ強いじゃん、ランス。ランス強いな、ランス。手裏剣クラブも粋だったね、当時。すげえおしゃれだな。海外の人は本当に忍者と手裏剣と将軍が好きだからね。将軍、真田さんの将軍ですよ。すごいですよ。真田さんの将軍もすごいですよ。落ちてきた。To be continued ってことですよ。ダイナモか。ダイナモ。これも当時、ロックマン X6 のダイナモ。あ、5から出てきたか。いや、4か。ダイナモと4からいたっけ ?4 で結構主要キャラか。5か。ダイナモのイメージ強いっすね。だから。結構その当時の流行りみたいなのあるんだよね、やっぱり。名前とか。キャラクターの特徴とか、名前とか。キャラクターの特徴とか、名前とか。同じことしか言ってない。来た。うわ、はい、これでこの前グリッチを成し遂げた男です。よろしくお願いします。人生で初めてこの前ここで落ちたからびっくりした。木かな。うわ、音楽噛みすぎ。この音楽めっちゃ好き。これ着手音にしようかな。これ入場曲にしようかな。俺ウーズラの BGM マジ神でしょ。オブノー聞かな。あ、ミスター。メガコープ施設内での武器の試し撃ちはおやめください。あ、わかりました。はい、すいません。これね、後のねボックス、あれボルトマグネタイザーか、どっちかだね。ボックスクラッシャーか。足の音もすごいね、今聞くと。テーラー補佐官の虫、落ちてきた。はい、ぬるー。ラチェットいるか、応答せよ。今到着しました。さて、奪われたプロトペットの新しい情報である。当局名は我が社のメガリゾートに逃げ込んだらしい。その上、サック紹介のジャミング衛星で通信まで妨害しておる。そいつもぶっ壊す。もちろん人気番組ガラクチックアリーナの中継ができんのだ。まあ見てくれ。ぶっ壊しちゃうからな。自問自答せよ。ヒーローでもいい、大バカ者でもいい、この銀河一ヤバい奴らと戦う勇気があるかどうかを。勇気を持った大バカ者こそがグラディエーターだ。メガビュー TV の生中継ガラクチックアリーナは今夜もグラディエーターどもが熱く戦うぜ。では食物連鎖のエリートたちを紹介しよう。こいつがチェーンブライド。チェーンブライド。挑戦者たちに容赦なく襲いかかり、連続500試合で今でも無敗。バイオ部門切手の怪物だ。片やロボティクス部門からはそうこいつ。4本の足が挑戦者を投げ倒す様は迫力満点。ベイツブラワー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 じゃなくてブラワー。マイル情けの荷物は全く無用。さてもうわかるだろう。チェーンブレードとビーツブローラーをお茶の間に呼ぶには今すぐ電話で申し込め。シャコンドル。カリーナはメガビュー TV だけのスペシャルプログラムだ。チェーンブレードね。ナビデータゲット、出発します。最高だよ。これとさらにあれがあればよかったけどね。重い電子店チューン工房 X、 もちろん連絡先は秘密。すべて揃ってんだよね。ミッションを確認できます。恐ろしいことに、そう考えると。セレクトボタンか R3 ボタンでマップ画面に行き、×ボタンでその惑星のミッションを見ることができます。やばいゲームだよね。これ教えてくれたあいつマジありがとう。正直自分で発見したかったけどね、それ言っちゃうと。かなりの恩を着せられたことになっちゃうけど。恩着せで草。まあ感謝してますよ。
ほんとたまたまそいつんちで見て2を。きたーこれ。じゃなかったらこのゲーム知らなかったもんね。やばいよね。まあ当時コロコロコミックとかに載ってたけど、多分あいつんち行かなかったらやんなかったかな。買わなかったかな。買ってもらわなかったかな。もう即やって、もうこれは買うしかないって言って家帰って買ってもらってやりました。そんぐらい衝撃的だったね。もうそれこそほんと何回も言ってると思うけど、マクタールなんですよ、ほんと最初に見たのが。その後だから1も買って2も買ってみたいな、あ2じゃない、1買って3買ってみたいな、で4がクソゲーでみたいな。4めちゃくちゃ4やりてえな、ほんとに4が一番ねやばいから。あれはもうほんとにあれ神ゲーガチで、あのシェルショックに会いたい、久々にシェルショックに会いに来たよ俺は。シェルショックめちゃめちゃ好きやね、一番好き俺シェルショックが正直。あとエースハードライトと、結構でもキャラ濃いね、キャラはすごい。でも海外だと結構人気だった気がする、4ってデッドロックって結構人気あったと思う、アメリカとかだと。なぜかああいうの好きなんだろうねアメリカ人って。だから結構アメリカ受けは良かったと思う。まあ別にインソムニアックゲームズ日本の受けなんてそんなに気にしてないだろうからわかんないけど、まあ4は日本人受けしないだろうねと。俺もあんま好きじゃないし、冒険アドベンチャーだからやっぱり1から3だよね、どう考えても。デッドロックはやばかったね、やりたいわ本当に。思い出補正でめちゃくちゃ楽しいと思う普通に。てかもう普通にネタにできるからめちゃくちゃ楽しみ、やりたい。エースハードライトで俺に一番好きなキャプテンスターシールドに会いに行きたいし、いやキャプテンスターシールド会いたいな、めちゃくちゃ好きだったな。もう序盤であれだけどね、言わないけどネタバレになるから。まあネタバレっていうあれでもないんだけど、そういう類のゲームじゃないと思うけど、まあ大体勘のいい人なら分かると思う。ウーパースウーパールーパー、キャプテンスターシールドのレックスまだあんのかよ。やばい、あと4ギガだからちょっと急ごう、本当にやばい。ちょっとお前ら空気読んで、30体多すぎるから。ニューク使え、ニューク使わせろ。そうなんです、ゲームのバグでキャプテンスターシールドのレックスが手に入らなくて実績が 98% で止まってしまったんですね。ガハガハガハ、懐かしいね。これいつだっけ、去年だっけ。見てくれた方ありがとうございました。リフトアパート、まああれもしかしたら続きまたレコードでやるかもしれないです。まあでもあれでも完成っていうかさ、一応ライブでも、まあライブちょっとあの時ひどかったけど、ライブはいろいろまだ全然機材の調整もできてなかったし、いろいろテスト試験的な段階で今のこの完璧な状態ではなかったから、これでやったらね、まあスムーズクリミナルというか、それこそさっきもあれだけどクリミナル、犯罪的、ほんとスムーズにねクリミナルできますよ、本当にマジでスムースにクリミナルできる。本当に。スムースクリミナルできる。マジ。この今の環境だったら。いつかやりたいですね。リフトアパート。また。ただ言っとくけど、あれ30分で、30分で100ギガぐらいいくからね。マジで。マジ上手にね、ゴッド・オブ・ウォーとラチクラは30分で100ギガいきます。レコードすると。俺の設定でレコードすると。かなり高品質な、あれだけど。あのクオリティで100ギガっすね。終わりっすね、本当に。まあ、いろんな意味で。ありがとう。ね。ありがとう。最近ちょっとあの、かつての俺のショート動画たちを、とあるプラットフォームにアップ、ちょっとまあタイミングを見てアップさせていただいてるたりするんですけど、結構ね、いいね押してくれる子たちありがとうございます、本当に。感謝します。ちょっと嬉しい、普通に。結構。マジでありがとう。力になるからな、あんまりな。よろしくお願いします。どうした？結構、みんな優しかった。ありがとう。もっと早くやっとけばよかった。普通に。ちょっとしくじったな。危なー。もうサクサクしようか。ボーンパック出なすぎやろ。
あれこの前おかしくなかった？ウーズラでさ、ワイドボーンがドデカボーンに変わったんだけど、何あれ、どういうバグやねん。普通に音楽がまじ神、まずまずかなた。うわ、このエフェクトもやっぱすごいね。 1と比較してもすごい、こうやっぱりグレードアップというかパワーアップ。効かな、当たらない。ローマンも2個も当たらないし、効か、あれ結構強いな。このクリーピーナッツ弾なんの、当たらない、当たらない。ワンのさ、あいつもこんな感じだったね。そういえばあの忌まわしきベルディンの資格、え、これ無限巻き、邪魔や、めんどくせえ。戦艦倒さないと無限巻きの可能性あるね。途中でこれ録画終了しちゃったらごめんね、容量オーバーだわ。でまあここまでできたからよかった本当に。とりあえずだから、あらかじめ言ってきます、研究させていただきます。本当にありがとうございました。とりあえずせっかくここまでやったから完璧なあれで終わらせたいけど、チェーンブレードだけ倒させて、マジで頼む、チェーンブレードだけ倒したい。やでもよかった本当。でもさ、俺ここもすごい好きなんだよね。こんなことやってる場合じゃないんだけど、録画やばいから、この作り込みがすごい。このバックストリートボーイズとかブリトニー・スピアーズの当時のミュージックビデオに出てきそうなこの作り込み、外観。あ、ちょっと待って、これ多分ドデカボンになるわ。ここで弾が足りなかった。きたー、え、ちょっと待って、何これ、これ乗るとどうなの、俺こんなとこ初めて見たんだけど、え、何これ、え、これバグ、バグだよねこれ、こんなとこなかったでしょ当時。何あれ、危ない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 、え、あんなとこなかったよ、初の。さあ、夜は行くか、行く、今夜のメガバトル、メガ飛び入り挑戦者を紹介しよう、こいつ、こいつだ、グラディエーターたちをすべて倒せば彼は最新鋭のガラメカをゲットする。なんだって、もし帰り討ちにあったなら参加状はこちら。音楽かっこよ。それではバトルスタート。デスメタルじゃん、久々に聞いた。デスメタルってまだあんのかな、もしかしたら。デスメタル見ないね、あの当時のあのヤバい感じのやつ。シャウト、リンキンパーク、手に入れられるの、リンキン公園、近隣公園、よし来た。俺な、リンキンパークめちゃめちゃ好きやねん、リンキン公園めちゃめちゃ好きやねん。前も言ったけど、この止まるね、地球が止まる、地球が静止する日、これすごいですよ。聞かない、当たらない。まあでもそれこそ本当に音でかすぎ、さすがに。デッドロック褒めるとこあるとしたら、本当にバトルアリーナ特化っていうかさ、すごい闘技場特化したゲームだよね。やあやあ、こいつ、こいつだ、やったー、チャンピオンシップへの参加権もゲット、ゲット、賞金を稼いでくれ、稼いでくれ、おめでとう。ちょっと待って、記念写真、エレクトライザーは君のものだ、君のものだ、ありがとう。ちょ、あのチェーンブレードと、あの来た、あれ惑星ヒルブラから飛来した、それはブロワーだった。え、ちょっと記念写真までやらせて、チェーンブレードと、え、ちょっとあれ説明がない、説明が、だから一回倒すわ、これやるぞ、これ好き、これやってたの当時、当たらない、当たらない、うん、効かない、こぶしこぶし、え、効かない、はい、こぶし、はい、こぶし、当たらない、やったー、やったー、勝負あった、あった
よし。さあお待ちかね。来た。マトラリーの切手の。ウドハの登場だ。二枚の刃が切って刺して。細切れにする。蘇る。シーンブレイド。それがやりたかった。痛いものは痛い。よし、OK。もういいよ。ビリ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 、なかなかラチッチタフ。よし、あとはエレクトライザーやって記念書マッシン、記念書マッシンだよ、記念書マッシン。いや、ここまで取れたら神でしょ。まあ、いけっかな、容量頼むぜ。本当に途中で切れたらごめんね、マジで。容量の問題だから、それだけちょっと言わせて、先にあらかじめ言及させてください。グッバイあったっけ今。グッバイあった今。ちょっと待って、グーバイあった。一回入るともダメか、ダメか。よし、オッケーオッケー。さあ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 、あ、記念者マシーンだ。来たー。この何に突っ込んでいるか分かっていないようだな。さっさと自分の銀河に帰るんだよ。さもなければお前もこうなる。何も起きないっす。何も起きないっす。あれあれじゃなくてこうなるかも。かも。かわいこちゃん。そういうこと。そういうこと。この後のラチェット好き。ああ。このプリ取る時もこれだから全部。この顔だから。4、5年取ってないけども。うん、久々に取りてえわ。誰か取り行こうぜ。久々に。今のプリ。ああいう顔だから全部。さあ、ということでいかがでしたでしょうか。おかげさまでね、ビッグバッドボスドレックも倒すことができまして。で、2までね、録画、レコードできちゃって初の。とても嬉しく思っています。本当にありがとうございます。感謝します。大丈夫よ。ね、まあそんな感じで皆さんもぜひねやってみてください。それでは、あとまあ当時やられてた方はねに届けば非常に嬉しく思います。感謝を込めて最後まで見ていただいた方ありがとうございました。ということで、これ集大成です。ありがとうございましたね。これが集大成になっても大丈夫だからね、なんとかなるからね。で、間に合ったね多分ね。いや本当ありがとうね。これね、諦めなければなんとかなるからね。俺は諦めたね。じゃあね、ありがとうね。本当最後まで見てくれてありがとうね。諦めなきゃ大丈夫だからね。本当に。なんとかなるからね。こんな感じだからね。大丈夫だよ。ね。ありがとうね。ありがとう。ね。大丈夫だからね。それでは。